それじゃあね、今日も世界のコース遊んでいくんですけど、この一画面コース 0.53% のクリア率なんですよね。一発マリオ41。この方ね、めっちゃ一発マリオ出してるんですよね。ちょっと気になるからやっていきましょう。一回離れたら着地しないでゴール。あ、これなんか簡単そうだね。走っていってスピンでゴールするみたいな感じでしょう。なんか簡単そうだね。これ後ろからこうやってジャンプして、うお、むず。よし、それじゃあ2つ目はこのコース、反射神経ゲーム。これ以前のね、動画でもしたんですけど、別の方がね、作られたコースなんですよね。この前したね、クリア率は 3.9% ぐらいだったっけな。で、今回はね、18% 未満の反射神経ゲームっていうことになるんですよね。18% 未満だったら、今度こそ一発でいけそうじゃない？さて、どんな反射神経が試されるんでしょう。まあ、これは簡単だね。まあ、やっぱ 18% だったらこんなもんかな。そして次危ねえ危なかった。あー、緊張するな。そしてこれは、うい、来た来た来た。これはね、もう騙されませんよ。この前のとなんかちょっと似てる感じがするから簡単っぽいな。そして次行こっか。これ鍵取ったらすぐ左に行けって感じかな。ここか、よし。多分あのボムが着火して、ちょっと待って、わかんない。これはなんだ、ここに入ってすぐ上にジャンプしろってことかな。なるほどね、そういう仕掛けになってんのかやばい、一回でやられてしまったな。ここはまだ簡単だね。さて、今度は右で下でしょ。これか、うん、簡単簡単。やっぱ 18% ぐらいだったらね、まあいけそう。一回ね、やられちゃったけど、これはラスト、いきますよ。どっちだろうこれ、う、あ、右悔しい、あー、めっちゃ悔しい。これ右っていうことはもう分かりました。はい、じゃあ右に走っていきますか。ゴール。いや、やっぱね、反射神経ゲームめちゃくちゃ面白いね。僕ね、めちゃくちゃ好きです、こういうの。ぜひ皆さん、反射神経ゲームで難しいのがあればコメント欄で教えていただければ嬉しいです。もう一個見つけた。このニーミンさんがもう一個作ってたんですよね。瞬時に判断ゲーム、反射神経ゲームとほぼ意味は同じ修正版。ただ今度はね、 26% もあるんですよ、クリア率。今度こそ一回もやられずにクリアしていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう、瞬時に判断ゲーム。このドアをマリオがくぐると始まります。さて、最初はこれは、うわっちょっと待って待って、今のなしでいい？マジで今のなしでいい？全然ね、上に行くのかわからんかった。で、これ左でしょ、こうして、次、うわ、危な。え、こっちの方が難しい気がしない？これ上でしょ、鍵を手に入れて、まあ鍵ドアくぐる。そしてここか。まあまあまあ、これはね、簡単ですよね。今度は、あ、中間ポイントね、ナイス。前ね、この忍者にやられると思ったんですよ。この忍者びっくりするよね。なんか剣持ってて攻撃的だもんね。さて、これは鍵取ったらすぐね、左に行けみたいな感じと思うんですよね。やっぱり、あ、一応パラシュートついてた、優しい。ちょ、右なんかあるんだろう、ちょっと気になるよね。行ってみる。あ、壁か、壁か何もないのか。次は、まあここはパウ、このオンオフしてドアで上でしょ。まあ簡単か、さすがに。最初やられちゃったのがもったいないな。上、そしてこれも上かな。で、右、ここはドアをくぐってゴールか。ドアじゃない、土管だね。で、これは何もしないでゴールでしょう。楽しすぎる。それじゃ今日は早いけど、このコースで最後にしようかな。ただこのコースめちゃくちゃ難しそうなんですよ。コンプリートピースイッチカオス、クリア率は 0.36% です。ファイヤーバーとね、ピースイッチのコラボ、もうコラボって言ったらおかしいけど、ファイヤーバーを避けながら、さらにこのピースイッチも踏みながら行くってか。よし、一発でいけそうじゃない？いけないさすがにいけないか。
あそこのファイヤーバーどうやって避けるんだろう。もうちょっと早く行けってか。こんな感じ。よし。いやー無理だね。これ以上早くは無理っぽいね。1、2、3、4、5、6。これ結構ね、早く行きすぎてもねダメみたい。タイミングがあるっぽいんですよね。行けるタイミングがあるっぽいんですよ。行ける。よし。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。